浜高祭浜高祭浜高祭は毎年7月の海の日に行われる神奈川県茅ヶ崎市西浜海岸の祭りである。神工と共にどっこい担ぎで登御、巡行される。浜高祭は寒川町茅ヶ崎市にある各神社のう子たちがその神社の御子を担ぎながら一斉に海に入り、海から出た後は再び各地域まで御子を担ぎながら戻り、 地域を渡去する祭りである。平成の初め頃までは、海中にみこしを叩き込むこともある荒っぽい祭りだったが、近年はみこしの更新にかかる出費を抑えるため、担いで海に浸かるおとなしい形に変わってきている。そのせいか、近年は女性や子供の参加者も増えてきている。近年では、西浜海岸から遠い神社について、神社のある地域から、 西浜海岸まで御しをトラックで輸送し、担ぎ手たちは貸切バスで移動するケースが多い。それ以前は深夜0時頃から各神社で宮出しが始まり、夜明けまでに西浜海岸に着くように担いで行っていた。天保9年、または天保11年、寒川神社の御しが例年春に大磯で行われる。 国夫妻に渡御した帰りに相模川の渡し場で、一宮の寒川神社のうじことし宮の前鳥神社のうじことが争いを起こし、御輿が川に落ちて、行方不明となる。数日後、南湖の網元である鈴木孫七が、漁の最中にご身体を発見し、寒川神社に届けたことを契機に、寒川神社の御輿が南湖の浜で、刑をするようになったという。争いは裁判となり、 大官は、忍宮の氏子16名に内首断罪の判決を下したが、処刑の日にそのちょんまげだけを切り落として、内首に変えたという。そのちょんまげ塚が、平塚市、江の木町に作られている。江戸後期に、幕府の将平校地理局がまとめた、新編相模国風土戸機構によれば、助塚大明神では、寒川神社のお礼参りよりかなり昔から、 みそぎの神人のためのみこしの浜辺への渡御が行われていたという。鈴木孫七によるみこしの発見は偶然ではなく探索の結果であり、みこしの紛失事件以前から寒川神社の浜でのみそぎは行われていた。寒川神社は相模川川口で鶴麗八幡は何個の浜で別々にみそぎを行っていた。それが場を何個に統一され合同で行われるようになり、 諸社も参加するようになった。平成以降は、おおむね30社教の神社から、みこしが参加している。以下に掲げるのは2003年の参加神社一覧である。ありがとうございます。